嫌いになれるわけないのに。キスを拒んだのは俺だし、愛想尽かされても知らないことばっかしてるのも俺だし、謝らなきゃいけないのも全部俺だし、お待たせ。だから俺ら別れちゃったの？いや、ない。俺側にそんな予定はない。俺が勝手に焼いてたわ。ごめん、冷たくして。好き？好き。天城は仲直りしようと思ってたの？です。一緒だね。こんなん何されたって嫌いになれるわけないのに。なんか本当いろいろすいませんでした。とんでもない。こちらこそ。天城さん変わったよね。え？前までだったらフェードアウトで終わってた気がする。今回は神、天城の方から逃げないで来てくれた。ありがとう。だって俺が悪い。そうなの？いやーマジで可愛い。感動した。だからもう一個言うことがあった。ん？付き合い始めより今の方がいっぱい緊張してる。多分どんどん宝のことが好きになってるからかも。なんつって今からなれよ。何を言い出す？なれよ。ちょ、あなたがそれを望めば必ず神は救いの手を差し伸べてくださるであろう。ちょっと無謀と挑戦の違いから説明すると。待て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 待